ビクトリアサブス、ビクトリアサブス、ビクトリアサブス、ドイツ語発音、ザフス、セイフス、1899年6月27日から1979年12月31日は、第一次世界大戦において、男性を装って、オーストリアハンガリー帝国軍に従軍した女性である。オーストリアの前線で戦った女性は、サブスと、 ステファニー・ホーレンシュタインの二人だけが知られている。サブスは1915年から1917年までイタリア戦線のうちドロミーティーで実戦に加わり、上官以外には事実上女性であることを隠し通した。1917年5月に怪我を負って入院を余儀なくされ、そこで女性であることが発覚したため、軍人としての道は立たれることになった。 戦争における献身と勇気を称えられ、複数の勲章を受けているサブスは、ドライ陳年の英雄としても知られている。ビクトリア・サブスは1899年6月27日、ドイツのバート・ライヘンハルに生まれた。母は5年後の1904年に亡くなり、ビクトリアと3人の妹たちは、イタリアのガルダ湖が近いアルコという町で、父親のペーター・サブスに育てられた。 熟練の靴職人であった父は第一次世界大戦が起こる直前にメラーノに近いオーバーマイスに一家で移り住んでいた父親は1914年に徴収されて両兵連隊として従軍し翌1915年にはロシア戦線におけるガリツヤで負傷したため帰郷した自宅で療養する父親に16歳のビクトリアは自分も 兵士として従軍したいと頼み込んだ。ペーターは娘を説得したがやがて諦め、オーストリア・ハンガリー帝国軍のラントシュトゥルムに志願させることを決めた。ラントシュトゥルームは、いわゆる義勇軍で、通常の軍役を担うには幼すぎたり年を取りすぎている人間で構成されていた。1915年6月10日、ビクトリアは、ビクトルの名で父親と共に軍に入隊を果たした。 彼女が女性であることを知るのはごくわずかな情感だけであった。二人はラバローネに駐屯する民兵組織である主誕と出前に編入された。前線のドロミーティでドライ人年を背にして立つサブス、父子、ビクトルサブスは非武装の訓練兵として一年以上を過ごした。実戦に加わることを絶望していた彼女は、オイゲン・フォン・エスター・ライヒに当てて、 イタリア戦線への転属を希望する手紙を書き、1916年の12月には、それが叶えられた。前線では、崖物の取り扱いと、スキー板を履いたメッセンジャー役に才能を発揮した。維持に関わる、雑務係のまとめ役、A キャプテンに割り当てられ、その直後にドライ陳列での軍事作戦に参加した。1917年4月11日、 サッソディセストに陣取るイタリア軍に攻勢をかける中でサブスは敵の砲火を浴びるオーストリア側の戦線の後方でイタリア軍の捕虜20人を引率した勇敢さと称賛すべき統率力により彼女には勇敢勲章の銅メダルとカある従軍勲章が授与されたビクトルは危険な任務をこなす義勇兵として有名になった 1917年5月27日、彼女は死願して、伝令役につき、切り立った岩山を登ったが、手榴弾の爆発によって剥落した岩が右足に落ち、ほとんど剣だけで繋がっている状態になる、大怪我を負った。自分の足をナイフで切り落とそうとして、意識を失い、仲間に助けられたタサブスは、そのままジリアンの野戦病院に運ばれたが、足は、 膝から下を切断しなければならなかった。手術の用意が進められる中で、彼女が女性であることが発覚する。意識を取り戻した彼女に、これ以上は兵役を続けられないことが告げられた。それから終戦までの間、彼女はオーストリア赤十字社で働き、その仕事ぶりにより、軍事功労を十字章が与えられた。ビクトリア・サブスはその名を知られるとともに、 国を愛し戦った英雄として称えられた。ビクトリア・サブス戦争が終結し、サブスは家族の待つメラーノに帰郷したがこれは決して気乗りするものではなかった。1919年のサンジェルマン条約により、メラーノも南チロルもすでにイタリアに割上されていたのである。彼女はハルインチロルに移り、1928年にはザルツブルクに移るが、しばらくは、 家なし状態であった。そのため、彼女が物乞いに身を落としている時に通りがかった、オーストリア大公に、かつての英雄と認められ、家政婦としての仕事を与えられるという恩を受けた、という逸話まで生まれた。1930年代には不定期に行われる、退役軍人の会合に出席し、1933年には国家社会主義ドイツ労働者等に入党するが、これは、 主として障害者年金の向上を考えてのものだった。1936年、ベルリンに移り住んだサブスは、新しい技師を購入する資金として最小であった、アドルフ・ヒトラーから150ライヒスマルクを贈られた。1938年に、オーストリアがドイツに併合されると、彼女はザルツブルクに戻った。1942年には、 ベオグラードの微生物学研究所で仕事をしている。晩年に20歳の女性を養子にとっているが、生涯独身であった。サブスは1979年にザルツブルクで亡くなった。ありがとうございます。